第34回介護福祉士国家試験筆記試験。試験当日の注意事項。筆記試験。持参物品。1、筆記試験受験票。2、HB の鉛筆またはシャープペンシル。ボールペンは不可。プラスチック消しゴム。2、マスク。昼食時および本人確認時以外常時着用。4、腕時計。スマートウォッチなど端末機能、通信機能、辞書機能がないもの、または懐中時計、蓋のないもの。5、上履きを必要とする会場は、受験票で確認の上、各自必ず上履きと靴袋を持参してください。6、試験会場では原則換気を行いますので、防寒対策、膝掛け等の用意をしてください。マークシートの読み取りができない場合があるため、ボールペンは使用できません。試験監督員等の指示が聞こえない場合があるので、耳栓の使用はできません。必要に応じ、ハンカチ、ティッシュ、ウェットティッシュを含むを机に置くことを認めます。試験会場、会場入室時間。午前9時25分から注意事項等の説明が始まります。午前8時半から9時20分までの間に入室してください。試験室への入室。1、試験会場入り口付近に試験室案内を。試験室入り口に受験者座席表を受験番号で掲示します。2、同一試験会場で他の試験が行われる場合があります。介護福祉士国家試験の試験室であることを必ず確認してください。3、試験室およびトイレ以外の場所には立ち入らないでください。4、試験会場は入室時間にならないと立ち入りできません。待機場所もありません。座席。1、座席は機上に貼り付けられた受験番号を受験票で確認してください。2、受験票は試験監督員から受験番号が見えるよう機上通路側に置いてください。昼食。1、昼食飲み物は各自用意してください。2、ゴミは各自必ず自宅まで持ち帰ってください。試験会場に設置されているゴミ箱は使用禁止です。駅や近隣商店のゴミ箱にも捨てないでください。3、昼食中も会話する場合はマスクを着用してください。
3、不正を行った場合について筆記実技試験共通。不正行為が判明した場合や受験申し込みにあたって虚偽または不正の事実が認められた場合は、その受験を停止または試験を無効とすることがあります。4、携帯電話等の通信機器の取り扱いについて筆記実技試験共通。1、不正行為等防止の観点から、試験会場では携帯電話等の通信機器の使用を禁止します。携帯電話等の通信機器は電源を切ってカバンの中にしまってください。電源の切り方やアラーム等の止め方は必ず事前に確認してください。2、試験中に通信機器を身につけていたり使用が確認されたときは試験を無効とする場合があります。5、試験会場に関する禁止事項等筆記実技試験共通。1、試験会場では試験監督員等の指示に従ってください。試験監督員等の指示に従わないときは試験を無効とする場合があります。2、受験票で指定された試験会場以外での受験はできません。試験会場は受験票の試験会場案内図で必ず確認してください。3、試験会場となる学校や展示ホール等では試験業務は行っておりませんので、電話による道順の紹介等は絶対にしないでください。4、試験会場の下見はできません。5、試験会場では指定された喫煙場所以外での喫煙を禁止します。全面禁煙の会場では喫煙は一切できません。会場付近での路上喫煙も禁止します。6、試験会場およびその周辺には駐車・駐輪できません。また、試験会場近隣店舗等の無料駐車場への駐車・駐輪は営業妨害となります。必ず公共交通機関を利用してください。自家用車およびタクシー等での送迎も禁止します。送迎等による路上駐車・渋滞等は周辺住民の迷惑となります。当日の違法駐車・駐輪は道路交通法によるレッカー移動等、警察署の厳しい取り締まりがあります。また、近隣から苦情があった場合、直ちに通報します。7、試験会場での盗難・忘れ物は試験センターでは責任を負えませんのでご注意ください。8、試験当日、試験会場付近で業者が合否連絡等の勧誘を行っている場合がありますが、試験センターとは一切関係ありません。
6、新型コロナウイルス感染症等への対応について筆記実技試験共通。1、試験会場では感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減するため、座席間隔の確保、マスク着用の義務付け、手指消毒の徹底、試験室等の換気の実施、机や椅子の拭き取り消毒等の感染防止対策を講じます。2、試験当日発熱37.5度以上や体調不良がある方は受験できません。また、試験会場において検温を行う場合がありますのでご了承ください。3、新型コロナウイルス感染症等に罹患し、治癒していない方、保健所等から濃厚接触者に該当するとされた方は受験できません。4、マスクを着用していない方は受験できません。疾病や障害等によりマスクを着用できない場合は、事前に試験センターまでお問い合わせください。診断書等を提出いただく必要があります。5、試験会場内では会話や接触は控えてください。また、会話をする必要がある場合は、可能な限り真正面を避けてください。6、筆記試験については、席エチケットの観点から、試験時間中、ハンカチ、ティッシュ、ウェットティッシュを含む、机上において使用することを認めます。7、受験中に体調不良を感じた場合は、無理をせず速やかに試験監督員等に申し出てください。8、マスクの着用、手洗い、うがいの励行等により、体調管理に十分配慮いただき、発熱や体調不良があるなど、新型コロナウイルス感染症等の疑いがある場合は、速やかに医療機関での受診を行ってください。9、新型コロナウイルス感染症等について、心配な方及びご質問のある方は、最寄りの保健所等に相談をしてください。10、試験会場において集団感染クラスターが発生した場合は、個人情報を保健所に提出することがあります。新型コロナウイルス感染症等の状況により、緊急のお知らせをする場合、試験センターホームページに掲載しますので、必ずご確認ください。7、欠席について。1、試験当日に欠席する場合、試験センターに連絡する必要はありません。2、欠席した場合、受験手数料は返還できません。これは変更があります。後で見ます。3、欠席した場合、合格発表に関する通知はありません。4、欠席した場合、次回受験する際には
新たに申し込み手続きが必要です。5、筆記試験において午前の試験を欠席した場合、午後の試験は受験できません。はい、ここで欠席した場合、受験手数料は返還できませんが原則ですが、今回新型コロナのために変更があります。介護福祉士受験の手引きセミナーグループページ、ここで新型コロナの関係で欠席した場合の返還特例措置を振り仮名付きで案内しています。この QR コードで行ってください、またはこの URL で。以上になります。